この店、何かがおかしい。こちらのゲームですね、スイッチに突如現れた、ホラーゲームだそうです。ネットカフェの業務をこなしながら恐怖の物語を追体験できるというゲームなんですけども、このいわゆる、年齢規制が16歳以下の方はプレイできないという規制になっておりまして、ただ値段がね、結構ね、なんか300円ぐらいで買えてしまったんですよ。そんなスイッチで300円ぐらいで買えてしまったコンバイというホラーゲーム、どういったゲームなのかやっていきましょう、早速。初めからやっていきます。ちょっとスイッチでホラーゲームって結構斬新よな。なんか以前やった2やってるゲームと多分同じ会社が作ってるゲームなんかな。イサキ。ねえ、最近奨学金のことで悩んでるんだ。ストリアの桜。あれ何かあったの。家計が苦しくて奨学金を借りに来たんだけど、卒業後の返済が大変そうで。まあでも奨学金って本当になんかもうただのもう金、なんか闇金って言うからな。まあその闇金は言い過ぎか。それは辛いな。私もバイトしながら奨学金の準備してるからよくわかるよ。そうなんだ。私もバイト探してるんだよね。最近快適喫茶っていうネットカフェでアルバイト面接することになったんだ。おい、ネカフェのバイトってめちゃくちゃバイト高いらしいで。人気なバイトだからな。なんか結構、こう時給も高くて深夜手当も出るからっつって。それはいいじゃん。でもその場所先ってちょっと危険そうな場所だよね。周りで行方不明者が頻発しているって聞いたことある？そんな話は聞いたことないな。でも本当かどうかわからないし、そんなことがあるなら避けた方がいいのかな。そうかもしれないけど、自分で面接に行ってみてその場所の雰囲気を確かめてみた方がいいと思うよ。最近は SNS で求人情報を探すこともできるから、もし怪しいと感じたら他のバイトを探すこともできるしね。桜ちゃんめちゃくちゃいい友達じゃんけ。うん、そうだね。でも、ちょっと不安だな。大丈夫。私も応援してるから、何かあったらすぐに連絡してね。すごい、なんか、しれーっとこう、求人媒体とか紹介されそう。なんか、マイナビとかの。え、なにこれ ?1 日目、デイ1、なんかエヴァンゲリオンみたいな書き方や。うわ、もういきなりから怪しいおっさんいる、ハゲの。半グレの、ねえ。なにこれピッチャー面接の日。迷っちゃった。お店はどこだろう。あの人に聞いてみよう。いや、お前、よく勇気あるな、そこ。もう、一番関わっちゃあかんタイプの人間やな、あれ。話しかけた人に近づき、視線を合わせ、エボを使う音で話しかけることができる。おー、スイッチの、スティックで入力できる。大丈夫こんなパンイチのなんか、おっさん。ハングレやん、絶対。これ、硫化される大丈夫かな、これ。いや、これもう目つきやばいやん。いや、怖い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 。殺される、これ。すいません。この辺りに快適喫茶ってお店ありませんか？快適喫茶？ああ、それなら、この先だよ。おじちゃんが案内してあげよ。さあ、こっちに来て。それよりも、ほら、やばい。気持ち悪いな。ありがとうございます。失礼します。なんか悲鳴聞こえてくるって。あそこで立って何してんの？立ちんぼ？怖っ。こんなところでだって、誘拐とか起きても絶対警察来れへんやん。あ。ねえ、こんなとこに満喫作ってもさ、誰も来ないよ。いや、ここや！快適喫茶や！なんかでも、もうど田舎のクラブとかこういう場所にあんねんな。住宅街のど真ん中とかに。お店に入る。はい。あ、でもなんか、雰囲気悪くない、はあ、店長さんがお店で待ってるって言ってた気がする。どこだろう。これそもそも営業してんの今。インターネットカフェ快適喫茶。うわ、来た。あ、でも結構賑わってる。ね、顔がさっきのおさんと一緒や、こいつ。あ、こいつ店長なんかい。いらっしゃいませ。うわ、正気ない。表情から。すいません、面接予定の佐藤です。佐藤美咲さんって言うんだ。佐藤さんですね、お待ちしておりました。面接会場はこちら。面接会場、その就職試験みたいな感じなん。会場って。バイトの面接ってなんかバックヤードでなんか、あれやろ、一対一でやるだけやろ。あ、来た。なんか病院の診察室みたい。私、店長の真島と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、なんか、地震起きてる震度3ぐらいの、めっちゃ揺れてる。大丈夫これ。まずは自己紹介からお願いします。はい。佐藤美咲と申します。そうですか。それではなぜ当店で働きたいと思ったんですか？なんかガチガチの面接やな。いや、正直に、バイトなんてね、正直にお金が欲しいでいいと思うんですよね。はい、実は奨学金を借りていて、卒業後の返済に充てようと思い、応募させていただきました。そうですか。奨学金の返済に充てるために働きたいというのは、非常に責任感のある考え方ですね。では、あなたのめっちゃ気になる、その揺れが。
どうなってんねん、ここの地盤。では、あなたの強みは何だと思いますか？強み？私はお客さんとコミュニケーションを取るのが得意で、人当たりもいいと思います。また、時間管理もしっかりできますので、その点でも安心して任せていただけるかと思います。すごい！なんかもうお手本通りの回答やな。素晴らしいですね。それでは、最後に1週間でどれぐらいシフトに入る？そう、シフト聞かれるとね、なるべく入れるって言った方が、いい。特に土日とかは入れるって言わんと落とされる可能性高い。だって俺は大学時代にバイト11連敗してるからな、面接。しかも週7で行けますって言ったらバイトと先も落ちたから。まあ、多分あの時の俺は、単純になんかパーソナリティ的な問題があったやろな。いやー、これは建前で行った方がいい気がする。そう、いつでも大丈夫ですぐらいね。なるほど。それでは、今日はありがとうございました。え？落ちそう。大丈夫これ。後日改めてご連絡させてあげますので、少々お待ちください。でもね、大体もう合格の時って2日後とかには電話くんねん。で、1週間。まあ、4日とか5日経って来ない時ってもう一生連絡来ない。連絡失礼します。バイトの不採用って基本的に、電話来ないからね。うわぁ、ドキドキする。受かるかなぁ。何これ？あ、着信！え、めっちゃいい部屋住んでる。はい、佐藤です。昨日面接をさせていただいて、あ、真島です。面接の結果。あ、採用来た働ける来週の月曜日から出勤していきたいのですが、可能でしょうか？大丈夫です。ありがとうございます。当日はテントでお持ちしております。最近この辺りで、行方不明者が出てるので気をつけていらしてください。わかりました。失礼します。デイツ。え、あ、でも今日あのおっさんいないんだ。まずい。初日から遅刻、もうあかん、お前。あかん、それは。でも俺、ホームセンターのバイト、初日に30分遅刻して何も言われなかったことあるわ。当たり前のように出勤してって、あ、おはようございます、今日からよろしくお願いします。がっつり30分遅刻してん。あまりに当たり前のように出勤してくるから、周りの人誰も何も言ってなかった。あ、ババ君って、あ、そうかそうか、今からか。あ、じゃあ、今日からよろしくね、つって。時にはそういう図太さも必要やからな。やっぱ社会で生きていくっていうのは。ねえ、この、なんなんこの遠吠えみたいな。怖いよ。じゃあ、お店に入る。こんなあたり暗いのにさ、店内は結構おしゃれで、賑わってんねんな。あ、暗い。店長が待ってるって言ってた気がする。急ごう。うわぁ、なんか戦闘態勢入ってる。ちょっと一回無視して。あ、でもお客さん多いね。あ、漫画コーナーや、これ。なんかおっさん。お客さん、店員さんおすすめの漫画をしてください。こちらの漫画などどうでしょうか？もう店員になった気でいる。初日遅刻してんのに。面白そうですね。読んでみます。でもさ、人から勧められた漫画って大体読まないよな。うわぁ、それめっちゃ面白そう。読むわ、今度つっといて。ねえ、ちょっと大丈夫。肌荒れ激しいけど。リクエストしたい漫画があるんだけど、わかりました。担当の者に伝えておきます。まだ初日やって、俺。制服ももらってないって。やばいって、それ。この人は？お！お客さん、快適や料理も美味しいんだよね。顔一緒や。都市伝説、魂売買サイトの謎に迫るか。面白そうだな。え、魂売ってあの、このゲームのタイトルやん。ネットとかで読めない漫画とか置いてほしい、こういう場所には。スラムダンクとかさ、Kindle とか、そういうのサービスで絶対に配布しない漫画あるやんか。そういうの置いてほしいわ。佐藤さん、初日から遅刻でしょうか？うわー、やべ、怒られ、しっかり怒られるパターンや、これ。時間通りに来ることがそんなに難しいでしょうか？本当にすいません。バスが遅れてしまって、言い訳はあかんで。バスのせいですか。他のスタッフは時間通りに来てますよ。やばい。え、不採用もしかして。次遅刻したらクビにしますからね。バスが遅延してせいなのに。いや、でもそれは言い訳ならんねんな。交通機関のせいにするのが一番印象悪いからな。もうそこは正直に謝った方が絶対。すいません、次から気をつけます。本当に今回はすいませんでした。本当に反省しています。まあいいでしょう。バイトリーダーを紹介するので、出たバイトリーダーは基本的な業務は彼に教わってください。やべえ、初日から評価下がってもうた。え、何こいつ、なんかチャラい。山崎。はじめまして、バイトリーダーの山崎と申します。ホストみたいな。よろしくお願いします。佐藤です。簡単に主な業務の説明をしますね。まずはお客様が読んだ漫画の返却。次は店内の清掃。最後に料理の提供になります。次は一緒に業務をやってもらいます。はい。
お、では料理の提供について説明しますね。料理の注文が入るとフロントにあるレジが音で知らせてくれるので A ボタンで音を止めます。あ、ゲーム式なんだ。すると画面右上のオーダーのところに作るべき料理が表示されるので料理します。ちょっとここで評価を取り戻したいな。しっかりうまい料理作るぞ。食材は佐藤さんから見て部屋の棚に置いてあります。はぁ、焼きそばとか、あ、でも大体レトルトなんだね。視線を合わせて A ボタンを押すと食材を手に取ります。すごいメタい発言してくるな。食材を手に取った状態で使用したい調理器具に視線を合わせ Y ボタンを押すことで調理が始まります。ちょっと面白そう。調理器具はフライヤーと電子レンジがあるのでそれを使ってください。あとは出来上がった料理をアイコンで表示されている場所へ届けるだけです。おもろそうやんこれ。普通に渡すとき渡したい料理を持った状態で視線をお客さんに合わせて Y ボタンを押すと、渡すことができる。はい。ちなみに方向ボタンを押すことでアイテムを切り替えることができます。覚えておいてくださいね。もし間違ったものを手に取ってしまったり作ってしまったらゴミ箱に視線を合わせて Y ボタンを押すことで捨てることができます。ちょっとそれだけは避けたいな。提供が終わって教えてください。で、間違って作っちまったらこっそり食うわ。うん。ちなみに俺は昔廃棄になったプリンを勝手に食ってクソ怒られた記憶あるわ。バイト先によってね、廃棄のものを持ち帰れるとか食っていいとか捨てなあかんとかルールがあるからそこは注意や。さあ、じゃあ初日の業務ちょっと遅刻してね。新書が悪いからな。しっかりこれ頑張って働くぞ。お、シンクはでもしっかり綺麗になってるね。なんか蛇口とかない？シンク何に使うのこれ。お、ゴミ箱。何これ。あ、掃除用品は今いらんよな、多分な。今いらんね。あ、やべ。で、これ今いらない、多分。うん、何をするんでしたっけ。注文が勝手に来んのか。ほう。あ、レジだ。オーダーは来てない。オーダー来るまで待っとけばいいんかな、じゃあ。あ、何この部屋。あー、ここ店長の。おい、店長こっそりお前バイト代ピンハネとかしてないよな。ちゃんと探したら、こういうとこ、封筒とか入っとったら怪しいからな。あ、ロッカーだ。うわぁ。あー、まあでも、まあ、まあいい感じか。結構綺麗だね。お、あ、オーダー来てるで、みんな。メンチカツやって。オーダー来てるかな。え、これどうしたらいいの。メンチカツが来てるから、もう作ればいいんか、今。オッケー。じゃあ、さあ、俺の怪奇クラブでの初仕事や。メンチカツ、一丁いただきました。ねえ、これ冷凍食品でしょ。なんでこんな棚に積んでんの。ちゃんと冷凍庫入れておかないと腐るで。はい。これは多分電子レンジやな。うん。どうした？これ。何これ。え、メンチカツってこれレンジじゃないの。こうか。これ調理することはできない。え、あ、え、メンチカツ、あ、ごめん、そうか、カツやからフライヤーなんか。じゃあこっち。これフライヤーとか使ったことないねんけど。え、ごめん、これでした、多分。じゃあ今からカツあげます。ほれ、うお、来た。どうや、揚げたてのメンチカツです、これは。おお、ジュジューって言ってる。はい。あ、来た。ねえ、素手で持っていくん、これ。皿に盛り付けようよ。まあ、でもいっか。そこはゲームから。うわ、なにこれ。あ、ポップコーンとかも箱並べてある。おお、いえ、なんか結構ラインナップ豊富やな。じゃあ、メンチカツと干してる人にも、これ持っていくか。はい、これメンチカツ。はい、一丁いただきます。はい、これ、こちらの200円になります。はい、ちょうど頂戴いたします。ありがとうございます。あ、この人や。ごめん、勝手に開けちゃった。違う。え、何こ。あ、でも本当に、満喫ってマジこんな感じやもんな。え、どの人？こいつか。あ、女性の方だ。これは安心だな。はい。じゃ、こちらメンチカツになります。パソコンが重いな。メンチカツや言うてん。え、何お前。はい、これで調理することで、それできないやろ。そらお前お客さんにできないよ。あれ、どうやんの。え、どっか行ったで。あの、しかもあのさ、俺なんかコロッケ持ってきて持ってる。あかん、みんな、メンチカツやと俺コロッケ持ってきちゃった。しかも調理されてないらしい。うわー、俺スーパーでレジ売ってた時に、あの、コロッケを間違ってメンチカツと値段で売っちゃってめちゃくちゃ怒られた記憶あるわ。メンチカツの方が高いのに、コロッケをメンチカツの値段でお客さんに売ってしまったっていう。あれクソ怒られたな、店長に。
間違えた。でもメンチカツって書いとらんかった？あ、でもよく見たらコロッケもあるわ。ちょっと待って、これ捨てよう、これ。これ、ちょっともったいないけど、はい、捨てときます。はい。捨てれた？あ、捨てれた。よし。でもメンチカツ確かに手に取ってたよな。これ。今度こそメンチカツか？どうや？これで？上がってる？これあれやな、しっかり上げなあかんのかもな。どう？どれぐらい上げるの？普通のこれメンチカツとかって。お！焦げ目ついてたやん。もうええんじゃん。あ、できた！おお！ちゃんと皿に盛り付けもできてる。これはメンチカツやろ。オッケー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 。大変お待たせいたしました。こちらメンチカツになります。これはしかもなんかちゃんと野菜とかトマトとか盛り付けして結構ええ店やな。揚げたまんま出すんじゃなくてさ、盛り付けもしてあげるっていう。どう？あ、おったおったおった。扉開けっぱなしでごめんな。はい。メンチカツや言うてんの。はい。よし、山崎さんに報告しよう。あ、どう？美味しいですか？お前、食った感想聞かせろよ。こいつパソコン重いなとかして、うちのパソコン、PC のスペックに文句が終わりでしょうか？その場合、あれですよ。もう、出禁になりますが、よろしいでしょうか？でもなんか、満喫とかやるパソコンってスペックそんな低くないイメージあるけどね。はい、じゃあ一応終わりました。うまくできましたか？はい、できました。では次に行きましょうか。どうや？次は何の仕事や？漫画の編集について説明しますね。このような棚が店内に3つ設置されていて、お客さんが読み終わった漫画をここに編集します。視線を合わせて A ボタンを押すことで漫画を手に取ることができます。はい。漫画を手に取った状態で、視線を空いている棚に合わせて Y ボタンを押すことで、漫画を棚に戻すことができる。また方向ボタンで手に取るものを切り替えることができる。では実際にやってみてください。はい。この棚が、あと3つか何個かあんねや。あ、あった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 。あ、これをじゃあ返却しようぜ。はい。くっついてる全部。ブックオフとかにある漫画なんか まとめ買いみたいな、ビニール袋に詰められたやつになってるやん。これは、どこに変形するんだろうね。もう、適当にいいや。はい、ここにじゃあ戻しときます。お前何冊持っとってんだろうね、本。びっしり埋まったやんけ、今ので。?200 冊ぐらい今、戻した。どうでしょうか、店長さん。やったよ、実際に。あ、まだあるわ、多分これ。他にもあるんや。ちょ、探そうか、本棚。おお、ちょっとここはビップルーム、あ、違う、多目的トイレやった。なんか、欠けてるな。多目的トイレって普通ここになんか赤ちゃん用の、なんか台とかない？あ、ここ、いや、ここ、あ、違う。寝カフェにあんねんな、シャワールームとかな。あんねん。寝カフェ結構ほんと簡易版ホテルみたいな感じやからな。あげたろ。おお、ほんと、ほら、シャワールーム。あ、こっちは？あ、こっちもあるやん。もう一箇所本棚がわからんな。どこにあるんだろう。いや、こっちじゃねえ、多分。これ、お客さんのだ。あ。あー、なるほど。この辺は手を抜いてるのね。な、こいつ。パソコン。ね、せめてセリフ書いてあげて。隣客うるさいな。あ、やばい。こういうね、結構治安悪いからね。隣いないで。隣おらんねんけど。こっちのことか。あ、こいつのことか。どうしよう、今の発言フラグ？複数やったらどうしよう。ここのやつはもうやっちゃったから、もう一箇所あるとしたら、あ、反対側だ。ありましたよ。お、しかも、めちゃくちゃやりがいありそう。大量にあるね。なに、別にそんな無理して持っていかんでよくない？じゃあ、いやだから、それやめろ、ほんまに。開いてる本棚。ここも開いてる。はい。なんかでも気持ちいいな。パズルはめ込んでいく感じが。お、ここも開いてるね。
はい。いっちょあがり。終わりました、店長。ま、え？まだセリフ変わんないか。あれ？これあった？え、これあったっけ？あ、こんなところかな、山崎さんに報告しよう。俺がおらん間ね、さらに返却されたんかな。はい。山崎さん、終わりました。ありがとうございます。早いですね。では次に行きましょうか。早いって思われたぞ。やっぱさ、この新人の子にこう褒めてくれるバイトリーダーいいよね。変に生きるんじゃなくて。褒めてくれる人がいいわ。佐藤さん、これを見てください。はい。どっかのバカがドリンクこぼす。口悪。キッチンに掃除道具が入ったバケツがあるので、それを使って掃除してください。いや、ちょっと怖い。ええ人やと思ってたけど、ちょっと口悪いの、今の。怖いな。俺も怒られそう。あー、佐藤さん、あなたバカですか。こんなこともできないなんて。あの、クビになっても、あなたがクビになってもね、あの、カレーいくらでもいるんですよ。うん。だから、あの、明日から来なくていいですよ。はい。さよなら。あ、いいです、いいです、いいです。あなたの時給、働いた時給分はお支払いしますんで、明日から来なくていいです、本当に。はい。とは言ってきそう。バケツを持った状態で視線を汚れに合わせて、Y ボタンを押すと掃除ができる。終わったら教えてください。はい。よし、じゃあ、まあ、掃除もね、仕事の基本だからね。あの、清掃用具は確かバックヤードにあったはずだから、それを使えばいいのかな。よーし。ちょっとちゃんと働いて今日遅刻したっていう記憶を薄れさせよう。これだ。はい。汚れを落とすんだよね。例えばどういうところが汚れてる？なんかでもめちゃくちゃ綺麗やぜ。しっかりフローリングもされてるし。あ、これとかまず汚れや。床が汚れている。掃除しないとどう？じゃ、これを、はい。何？あ、こうや。あー、こうか、コマンド押すんや。うわー、なんか格ゲーのコマンド入力みたいで楽しい。こんなところかな、山崎さんに報告しよう。あ、こんな上でいいんだ。はい、できました。山崎さん、終わりました。ありがとうございます。それにしてもこぼしたことぐらい言ってほしいですよね。常識を疑いますよ。ほんと、うちの客はみんな底辺なんだから。ははははは。次で最後なので、頑張ってくださいね。わかりました。お客さんが使用した後のブースにアイコンが表示されます。はいはいはい。ブースまで行ったらゴミを回収してください。ゴミに視線を合わせて A ボタンを押すことで回収できます。このバイトリーダーお客さんのこともゴミやと思ってそうやからな。終わったら教えてください。はい。ゴミを回収？なんかでもさ、正直言っていい？なんか満喫とかのゴミの中ってさ、ちょっと怖くない？なんか男の人の体液とか入ってそうじゃない？お！うわ、きっと。かな。え、なんか得体の知れないゴミ袋やったな。次はここのお客様と。汚い、本当にもう、そんな散らかして。絶対鼻水とかさ、シコティッシュとかあるやん。あれ、終わったわ。早っ。じゃあちょっと報告しに行きましょうか。店長、終わりました。結構早くない？仕事の速度。山崎さん、終わりました。お疲れ様です。最後に事務所に行きましょうか。はーい。いやー、でも初日って長く感じるからね。今日だいぶ働いたんちゃうか。終わりかな、これで。また締め作業とかあんのか。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。次回以降出勤するときは PC でタイムカードを押すのを忘れない。おー、タイムカードか。でもあれやで、大事やで。その制服に着替えてから切るのか、着替える前に切るのか大丈夫。それで店長と揉めて一回辞めたことあるから、バイト。俺は制服に着替える時間もやっぱ労働時間やと思う。だから着替える前に切ってたのよ。でも店長がそれやったらマジ次やったらほんまにお前殺すからなぐらいに言ってきたから、重くそ歯向かって1ヶ月やめたそこ。今日は遅刻してしまい本当にすみませんでした。ああ、ちゃんと謝るの偉い。偉い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 。バスの遅延ならしょうがないですよ。ただ店長はああいう人なので注意してください。誰に対してもあんな感じなんですか？あんな感じだよ。おかげでスタッフのみんなから切られてる。こういうの切るとすごい安心するよな。めっちゃ安心感あるわ。死んだらいいのにとまではさすがにいかないけどね。まあそれはちょっと言い過ぎや、さすがにな。ははは。私ももう時間なので帰ります。お先に失礼します。よーっしゃ、長い一日終わった。まあ今日はコンビニでなんかお菓子とか買ってパーティーや家で。一人お疲れ様かいや。お、デイ3三日目。なんか不気味やな、このロゴが。今日は無事に間に合いそうでよかった。バスが遅刻支援しなければ前に間に合ったんだけどな。まあなあ、正直交通機関の遅れってしょうがないとは言え、まあ防げなくない？おっと、なんだねって。誰これ？そういえばこのゲームがホラーゲーな忘れてた俺。
怖い怖い怖い、うわ前のおっさんや。大丈夫？え？この間真面目に理不尽に怒られてたよね。バスが遅延したせいなのにね。なんで知ってんの、なんで知ってんのこいつ、気持ち悪い。みんなの前で大声出して美咲ちゃんのせいじゃないのにね。え、なんで私の名前を。これからバイトかい、頑張ってね。え、どうしよう、通報した方がいいかな。なんか消えた。何あの人、気持ち悪い。なんで名前を知ってるんだろう。とりあえずバイトに行こう。切り替え早、お前。まあ会話を聞いてたんちゃうか。え、でも会話の中に美咲さんなんて呼ばれたっけ俺。あれ、俺って名字で呼ばれてたよな。あのおじさんのせいで結局気になっちゃったな。店長いないといいけど。うわー、わかる。店長おらん日ってマジ楽しいよな。あ、店長いない。よっしゃ、今日店長休みの日や。重くそ羽伸ばしたろ。あ、お疲れ様です。いや違う違う違う、バイトは夜だろうが朝だろうがおはようございますつって入んねん。なぜか知らんけど、なんなんあの風潮、バイトって夜でもおはようございますって言うよな。あ、てかそうだ、タイムカード切らなきゃ。まずタイムカード切らないと時給が無駄になっちゃう。え、何こいつ。あ、客や。何の人、気持ち悪い。ずっとうろうろしてる。え、なんか変な人おんの。ちょ待って待って、まずタイムカード切らないと。タイムカードってどこにあるんでしたっけ。あ、わかった、こっちだ。あ、そっか、店長の部屋って。やばい、スタックした。よかった、危ない。あ、店長いないやん今日。なんだ。いや、いたー、最悪。佐藤さん、前回遅刻した割には随分とギリギリで出勤するんですね。すいません。いつまで学生気分なんですか。え、学生なんちゃうの私。まだ学生だよ。心の中のツッコミ。次から余裕を持って出勤してくださいね。あとパソコンでタイムカードを押すのを忘れないでください。わかりました。じゃあ私は帰る。うわ、ラッキー、よかった、帰るんだ。やったー、超テンション上がる。おらん間にもう、なんかもう勝手に飯とか食ったろ。これかな、出勤する。はい、お仕事頑張ろう。あ、今回オーダーな、何上の時間のあれねえ、4分53秒とか出てるけど、何これ、謎のタイムリミットみたいな設けられてんだけど。オーダー、あ、わかった。じゃあ、その間に、やれることやっとくか。まず、この本を、戻すと、俺、大学でね、図書館で一時働いてる時もこういう仕事やっとったから、わかるねん、これ。廃科。廃科って言うんだから、確か。返却された本を、その元通りの場所に戻すと。その仕事やってると結構いろんな本に詳しくなるねん。あ、このジャンルは、こう、自己啓発だからここだな、とか。これは歴史本だからここだな、みたいな。はい、じゃあ、これ戻します。あ、もう、違う違う違う。おい、何してんの、何連打してんのね。はい、やべえ、ゴミも出てるぞ。ちょっとあの上の表記なんか独特やな。普通4分2秒とかなったら02で出んのに4042みたいな表記の仕方しとったらちょっと分かりづらい。お、ちょっと待って。あ、開いてる開いてる開いてる。結構空きあるな。うわ、結構マルチタスクやな。はい、でゴミは、はい、お待ちください。あ、床も、あ、ちょっと待って。これさ、あれだ。バケツ持ちながら行った方がいいわ、これ。はい、バケツ持って、掃除用具。んで、バケツ。で、これコマンド入力。はい。そんで、ゴミ、そのまましてるアホは誰や？なんでこいつ。あ、これ、虎の曲なんておらんねん、お前。え、怖っ！こいつら、パソコン重いなんか、隣の曲うるさいな、しか言わへん。ここかな？あったあった。はい。ゴミの回収も、バッチリしていくんじゃの。このフロアが、床も汚れてますね。これは良くない。上下か、今度は。ほれ、オッケー。2分しかないぞ、あと。床の汚れはありますか？ドリンクをこぼしたバカがいるんだよな、多分。よし、大丈夫かな。ね、ゴミ増えてってるぞ、大丈夫かこれ。やべ！
本も大量にある。あ、床もクソ汚れてる。大変大変大変。大変大変。床。床めっちゃ汚れてるやん。あ、これ結構、シビアやな。あ、あ、よかった。で、ゴミ。なんかリアルタイムで汚れ増えた。誰今こぼしたんこれ。てか他のバイトおらんの？これワンオペもしかして。で、メッシュのオーダーとか入ったら最悪だよこれ。さすがにちょっとメッシュ他の人にやってもらわないと。はい。え？開かない。何ここ？こっからか。あった。よいしょ。ゴミの回収。おい、ゴミが無限にループしてるやんけ。これゴミとか漁った手で料理作りたくないよな。店員さんたちのこの頑張りによって俺たちは生活できてるわけやしな。よいしょ。結構でも初日、なんか2日目にしては頑張ってるよな。ね、あと2秒。え、どうなのこれ。あ、時間切れた。あ、行ったんか、山崎さん。三崎さん、お疲れ様です。ゆっくり休憩してください。あ、そっか、休憩時間だ。バイトはね、確かね、6時間までの勤務時間だと45分以上。で、8時間となると1時間以上の休憩取らなあかんねん。もう遅刻しちゃダメですよ。いや、今日は遅刻してないんですけど。山崎さんは遅刻したことないんですか？ないよ。こっから5分ぐらいのところに住んでるから。近いんだ。え、こっから、ここら辺家賃高くない？え、この辺だね。高級住宅街の。ここ、あまり時給良くないのにどうして住めるんですか？ IT 系の副業は調子良くてね。副業してるんだ。すごいやん。ちょっと見る目変わった。すいません。お客さんが呼んでるのでちょっと行ってきますね。しっかりこう部下に休んでって言いながら自分が働くっていう、もう理想の上司やないかい。山崎さん。ちょっと好きになりそう。ふう、疲れた。特にすることもないし、店内を散策してみようかな。いや、普通にスマホとかいじっとけよ、お前。休憩はしっかり休憩した方がええぞ。なこいつ、希望の席が空いてないな。いや、席割と空いてるけどな。で、この人がさ、なんか気持ち悪いやつがいたいみたいに言ってるのが気になるよな。ずっとうろうろしてる。誰のこと言ってんねや。あ、なに？ちょっと、すいません。誰？あ、お客さんだ。さっきから変な人が奥のシャワーに室にいて、え、あの、左手にいる人じゃなかったこれ。分身したこいつ。シャワー？店員さんの方から注意してもらえますか？わかりました。どんな人でしょうか？上下ハート柄の服を着た坊主の男性。え、多分あの人じゃない？どうかお願いします。え、多分あのおっちゃんやん。男の人に注意行くのにさ、女のスタッフにやらせたらあかんやろ。ちょっとあれやな、山崎さんに代わってもらおうかな。シャワールームってさ、どっちだったっけ。あ、ここだ。奥のって言ってたから、ここ。あ、違う。あ、ごめん。もう一個奥あるわ。何これ？映画祭り。あ、多分日付が書いてあったんやろな、ここには。映画多数上映。お気に入りの作品を見つけよう。ずいぶん余白が目立つ広告だな。ここか。怖ーい。絶対あのおっさんやろ。え？え、いないで。あ？こういうタイプのシャワールームって、なんか、おしっこ匂いとかしそうなイメージやねんけど。いるー。え、一瞬で消えた。え、どこ行ったんあいつ。え、今いたよな。え、インカムかっこ山崎佐藤さん休憩の。あ、インカムってバイトで使う、あの、なんかあれ、無線のやつか。なかなか知らないに来ないお客さんがいるので、席まで様子を見に行ってもらってもいいですか？わかりました。すいません、お願いしますね。え？誰？すいません！トン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 。料金受け取りに来ました。お支払いの時間ですよ。すいません、寝てるんですか？時間ですよ。起きてください。開けますよ。誰もいない。人がいた痕跡はあるのに、パソコンがついている。パソコンの画面、あの子の魂は購入されました。は？何これ。
の魂を出品しますか？いや、無視でしょ。無視するに決まってるわ。これセーブとかあんの？ちなみに。なさそう。うわぁ！はぁ？美咲、何してるんだ？なんで呼び捨てなってんの？急に距離感の詰め方おかしいこいつ。そこの人はね、もういないよ。なぜわかるんですか？いや、答え教えてよ。気になるって。なんでおらんねん。なんで知ってんねん。てか、なんでそこにおんねん、お前。さっきの何だったんだろう。佐藤さん、時間なのでもう上がってもらって大丈夫ですよ。わかりました。お疲れ様です。帰り道怖い。山崎さんに送って帰ってもらおうかな。何魂が混乱されたって。なんかでも、魂を買うみたいな言ってるやつおった。あ、4日目だ。デイ4になっちゃった。あの魂を出品するってしたらどうなってたんやろ。お店に入りますか、じゃあ。来た。え？なんか様子がおかしい。うわ。こいつ、あ、山崎さんか。美咲さん、店長と最後に会ったのはいつですか？何その質問。昨日ですけど何かあったんですか？え？実は昨日から家に帰ってないらしくて、ご家族から連絡があった。え？店長ってだって、昨日会って、でもその後帰ったんか。警察には捜索願が出てみたいです。え、そうなんですか？早く見つかるといいですね。うん。本当にそうだね。そうですね。そのおかげで今日は大変そうなので頑張りましょうか。バイトしなくて店長がバックレるなんて、前代未聞ですよ。あのパワハラ野郎。うわぁ、ちょっと、店長おらんくなった。なんかちょっと心配やな。捜索願が出てる。山崎さんは言ってたけど心配だな。でも山崎さん意外と心配してそう、ちゃんと。今日も大変そうだな、頑張ろうと。ん？何ここ？なんか知らん空間にいる俺。あ、これなんか業務用のエレベーターかと思ったら、これ入り口だ。こっから入ってきて、こう入っていく。店長どこ行ったの？あ、うわぁ、ちょっと待って、これ、ちょっとまずない？権利的に。ポテトチップスって、堂々書いちゃってるけどな。タイムカードじゃあ切ろう。出勤します。基本的に出勤した後の流れは変わらんのかな？何これ？小学生以下無料キャンペーン、ちょっとおかしない？小学生がネットカフェなんか使ったらあかんやろ。よし、ちょっとせっせと働こうか。この時間はとりあえずもう仕事をしっかりやるっていう。いや、ちょっと待って、汚れが多すぎる。ねえ、2回こぼしてるこいつ。ちょ、誰よこんな汚すアホは。ドリンクをこぼすバカが多いな、うちの店場よ。ちょっともう疲れたからサボるか。もうこれ全部無理やわ、ほら。もう、こんなお前人通りがあるとこで。あかん、こんな。よいしょ。疲れた。今日の仕事はこの辺かな。よし。お疲れ様でした。お、山崎さんだ。てか、店長見つかったんかな？お疲れ様です。休憩してください。そういえば、いつものお客さん来てますよ。いつものって誰？え、本当ですか？出禁にできないんですか？あのおっさんか。お店の方針によほどのことがない限り出禁にできないんですよ。何かあったら助けながらすぐに行ってくださいね。頼りになる。山崎さんはああ言ってたけど、不安だな。関わりたくないの字もちょっとちゃうな。まあでも休憩中に何かアクションを起こすことで。あ、またか、誰やねえ。それびっくりするからやめろって。うわ、またあの半グレおっさんや、ハゲの。美咲ちゃん。君は僕のものだからね。は？ぐさ？いや、あの、ちょっと、展開が急すぎて、追いつけない。次のニュースです。ネットカフェ店員の女性が、客に刺され死亡、男殺人。いや、俺死んでんけど。俺急に死んだ。S 県大市のネットカフェで、勤務中の女性店員が利用客になった男に刃物で刺され死亡した事件が発生しました。警察は殺人容疑で男を現行犯逮捕しました。事件が起きたのは、丸月丸日25日頃。
です。警察によりますと、店内で働いていた佐藤美咲さん22が、うわ、まだ若いのに、利用客の男に殺害が胸で腹など刺された。佐藤さんは病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。警察は現場から逃走しようとした男を取り押さえ、殺人容疑で逮捕しました。すごい、現場から逃走しようとした男を取り押さえて、警察ほぼ見とったぐらいの感覚じゃない。その場におったぐらいやん。男は佐藤さんとは面識がなかったということです。男を刺したことは間違いないと容疑を認めていますが、動機については明らかになっていません。警察は店内の防犯カメラの映像や目撃者の証言などから、事件の詳細を調べている。いや、これは絶対バッドエンドやん。このまま終わっとったらもうこのゲーム何やったんかもう全くわからんまま終わるな。タイトル解消してくれ、せめて。あれか。分岐やとしたら魂売りますかみたいなところ、あそこで売るべきやったってこと？4日目やったっけ？あれって3日目やった気がすんねんけど。結局ね、ちょっと一からやり直してます、今。で、面接でさ、ここの選択って、これさ、俺縦まで言ったんや、正直に話すでしてみようか。週3ほど勤務できるのが、16時間24万になります。土日厳しいわ、それ危ないで。土日厳しいって言うて大丈夫？まあでもこれでもし受かって土日に出勤しないことによってあの悲劇を免れる可能性もあるもんな。わかんないけど。いや違う、月曜日から4日目やったから。じゃああれ土日じゃないわ。はい、佐藤です。昨日面接をさせていただいた、真島です。あ、さよなった！おーおーおー。さよなったよ、これ。あ、で結局変わんないのか、この分岐は。じゃああれやな。明確な分岐として、魂を売るか売らないかみたいなのあったやんか。まあそこ、まだやっちゃおうか。確かに3日目やったはずやから。はい、じゃあちょっとね、もう3日目の、この、何イベントのとこまでやり直してます。このなんかおっさんがなんかシャワールームでおったら気持ち悪いって話を受けた後に、そう、インカムで、電話来て、で、あれや、なんかその、コンバイサイトみたいな、ところで、質問が出んねや、ここ。多分ここやな、分岐あるとしたら明確だな。で、ここで出品するって押す。間違って押しちゃった？え？やばないそれ。間違って押した。うわっ！結局いるんかこいつ。え？あれでもなんか扉閉めてきてた気がするけどな。違ったっけ？この分岐だと、今まだ何も変わってないな。4日目、day 4。じゃあ、惨劇が起きるか起きないかにかけるか。明るくしとこう。あ、よう見えるわ。こんなところに階段が、これ帰ってくんのだるそうやな。ちょっと福岡の人入れへんな。住めへんな、てか。ここら辺の会話に変わりはないね。そう、店長がおらんくなった。そこ、店長がおらんくなったっていうのも伏線腹だけ張って開始されてないからな、あのエンディングやとな。真相、すべてを確かめてみせようか。じゃ、とりあえずタイムカードを、バッコリ切ると。まあ、こっから仕事終わるまでは多分変わらんよね、さすがにね。じゃ、ちょっと適当に5分、働いとくわ。あ、オーダーとかも来てるんや、これ。あ、ちょっと待って。俺これなんかバグかなんかでオーダー来ないようになってる。じゃあちょっとせっかくだからハンバーグとか作ったろうかな。でハンバーグ一応ハンバーグさすがに全身やろ。はい、開けないけど使ってるの分かってる。わか開けてるやないかい。はい、じゃあハンバーグを閉じて。うわぁ、赤外線丸見え。こんな赤くなることある？普通はこのあれやねん、電子レンジのこの扉のところになんかそういう加工かかってんねん。なんかこのね、飯の注文が全然通らないからさ、バグってんのかなと思ったけど。あ、コロッケも通ってるやん。コロッケ、牛肉コロッケ。じゃ牛肉コロッケも一丁ですね。少々お待ちくださいね。ダブルであげたろ。お、ねえ、完成した。嘘。こんなんなります？ちゃんと皿に盛り付けられた状態出てきたで。シュタインズゲートにそんな回あったよな。電子レンジ超有能これ。うちも欲しい。待てよ、これ、コロッケも揚げてから行くか。同時に行った方が効率ええわ。お、コロッケもできてる。じゃあ、コロッケとハンバーグを持っていく。まあ、それ以外の掃除に関してはちょっと無理そうだな。あ、コロッケはここじゃん。
はい、お待ちいたしましたコロッケですね。はい、当店のコロッケはしっかりと冷凍のものになってます。はい、でハンバーグは、昔なんかお客さんにハンバーグ出すときにさ、なんか凍ったまま出してめちゃくちゃ怒られた記憶あるわ。なにこのハンバーグ中身凍っとるぞ、ちゃんと温めたかって言われた。はい、じゃあまああとはもう適当にサボりながらでいいでしょ。だってこれ5分経つまで待つだけやろ。5分経つまでのもうただの暇つぶしでしかないやこれ。あ、え、サボり待って実績になっちゃった。あ、実績解除された。え、あれ俺結構働いたのにサボり待とか言われる、ひどで、ちゃんと俺が働いてるの見られてたか。まあいいや、でこの後や、大事なのは、大事なのこの後やで。どうしよう、これ何も変わらんかったら、これ何も変わらんかったら嫌やな。変わらなそうじゃね、俺魂打ったよな、ぐさーってなったらどうしようこれ。いや、なんない多分。ちょっと待って、はっ、美咲ちゃん君のこと勝ったから、はい、だから勝ったから、何これ、私たちは買われた。あ、何これ気持ち悪い。やばい、何これ、なんかすごい知恵度吐いてる。ちょ帰ろう。何やこれ気持ち悪すぎる。気持ち悪い。ねえこれ何なんこれ、ね、これスプラトゥーンみたいにこう色塗り替えそうぜこれ。ねえ、何やねんこれ、このインクみたいなやつ。いや気持ち悪。うわうわうわ、もう急に世界観おかしい。これ、ね、私の魂売られた世界ってこと。あの通販サイトの影響なんかな。なんでこんなんじゃったのこれ。血の海になってるやん。こっからこっそり抜けられない。この状況でまだ出勤しようとすんのお前。バイトの鏡やな。なにこれ。暗い。今日もお仕事頑張る方。いや、頑張らんで、もう。お前多分死んでるから。何これ見やから。かつてのバイト先だったものだ。どっち、店長？返事がない、ただの屍のようだ。パソコン動いてる。よし。こんな状況でもお客さんいんの？赤すぎて単純に見づらいねんけど。ねえ、赤すぎる。オーダーは？オーダー来てないっぽいな。あ、コロッケ通ってる通ってる。もうわからん。棚に何の料理並んでんのか。のコロッケは確かここやったからあげて。ちょっと待って、とりあえず。の本。え？あ、違う、これ、うわぁ、わかりづら、空いてる本棚の見分けつかん。ここか。で、こうや。ねえ、なんか曲とかもすごい気持ち悪くなっちゃってる。空きが見つからない。もういいや、これ放置。あ、それよりコロッケが、多分上がってるわ。焼きそばも来た。いや、焼きそば初オーダーや。どこやったっけ。ただ焼きそばはな、私、下やったと思う。これやじゃないよ、みたいな、ほら。焼きそばはしかもレンチンでやる、どうせ。ほら。焼きそば、多分これ焼きそばやで。なんで？え？あ、じゃあ多分、チキンって書いてる。あ、これが焼きそばや。こっちは焼きそば。で、いや、怖い。さらに赤い背景よりも、しかもなんで、ね、コロッケあげたのに、ね、コロッケあげたのに、なんか盛り付けなってないやん。もうなんか具合悪くなったら産地下がってくる。コロッケは？あ、今あげてんのか、ようやく。あ、これ上に時間とか出てんだ。じゃ、焼きそばは？焼きそばじゃあ一丁。お皿ごと、めちゃくちゃうまそう、普通に。
ちょっとしかもいい店に、いい店で出てくる焼きそばやん、これ、皿が。あ、多分これコロッケやんな。コロッケに見えへんけど。コロッケと焼きそば、少々お待ちください。今お持ちいたしますので、順番にお待ちいたします。うわ、何これ、バッテン書いてる。これ多分床のあれか、掃除を落とせんのかな。はい、で、順番ですよ。はい、コロッケ。一丁上がりました。なんでお客さんおんねん。こういった何喋んの、しかも。もう、整然と変わらん喋ってることが。で、これ何このパソコンの。こういった魂打った人たちってことなんかな。はい、じゃあ次焼きそばね。あれ焼きそばは奥のお客様ですね。はい、こちら出来たての焼きそばになります。お熱いので気をつけてお召し上がりください。どっちや、こっちこいつか。え、おらん、いや、ごめん、間違えた。奥や。奥。お客さん。あ、ここにももう一部屋あったんか。わかりにくいな、構造が。はい。はい、お待たせしました、大変。はい、こちらです。こいつはドア閉めてください。あ、ごめんなさい、わかりました。はい。さあ、ドアを閉めたらあかんわ。あ、閉めてるな。ちょっと、あとせめて、俺ができることは。うわ、なにこの赤いの。なんのゴミなんやろ、これ。あと7秒しかない。ギリギリまで俺は掃除をするんだ。あー、時間切れだ。え？誰かが呼んでいる気がする。探そう。誰が呼んでんねん。え？今一瞬なんか映った。え？誰が？お前か？誰や？お前か？お前か？こいつか？誰が？誰で私の名前を呼ぶのは？え、どこ？うわあ！ああ！あかの喉き、喉の。喉切れた。何これ。佐藤美咲さん22がアルバイト先のインターネットカフェで勤務中に姿を消したまま行方が分からなくなっている。警察は失踪事件として捜査を進めている。佐藤さんは、ちょめちょめ、午後10時頃、インターネットカフェで働いていた。同僚によると佐藤さんは休憩時間を過ぎても事務所に戻ってこなかったという。店内の防犯カメラには不思議なことに佐藤さんの姿が確認できなかった。佐藤さんは身長160センチ、痩せ型で黒髪のショートカット。めっちゃ好みの体型と髪型だ。勤務中は白いシャツに黒いズボン、黒いエプロンを着用していた。警察は佐藤さんの行方目撃情報を求めている。続いてスポーツです。何それ。意味がわからない。あいつ何やった？エンディング1ってこれ何なんやろ？あ、でもエンディングはもう多分今ので解消してんねや、多分。1だけ取れてないんだ。じゃあ、エンディング1はぜひ皆さんの手で。ご活目ください。僕は魂を折られてしまったので、もう、この世界に、住むことはできません。みんな、よろしくお願いします。向こうでした。